IBM による Wikipedia の可視化イメージ大きさは、テラバイトでビッグデータの典型的な例である。ビッグデータとは、一般的なデータ管理、処理ソフトウェアで扱うことが困難なほど巨大で、複雑なデータの集合を表す用語である。組織が非常に大きなデータセットを作成、操作、および管理できるようにするすべてのものと、これらが格納されている機能を指す。 ビッグデータを取り巻く課題の範囲は、情報の収集、取捨選択、保管、検索、共有、転送、解析、可視化等多岐にわたる。これら課題を克服し、ビッグデータの傾向をつかむことで、ビジネスに使える発見、疾病予防、犯罪防止、リアルタイムの道路交通状況判断につながる可能性がある。用語自体は、データマイニングで一般的に使われてきたが、 2010年代に入ってある種のトレンドを示すキーワードとして新聞、雑誌などでも広く取り上げられるようになってきた。分散型データセンター、データウェアハウス、クラウドベースのストレージは今日の一般的な側面である。コンピュータの性能に上限があるように我々が取り扱えるデータ量の大きさにも上限がある。2012年現在、現実的な時間内に処理することが可能な。 データサイズの上限はエクサバイトのオーダーとされる。還元すると我々は事実上これ以上のデータは扱えないという制限を抱えていると言える。科学者はしばしばこの制限に遭遇する。その分野にはゲノミクス、気象学、コネクトミクス、複雑な物理シミュレーション、生物調査及び環境調査等がある。インターネット検索、金融、ビジネスインフォマティクスの分野でも データ量の上限がビジネスや研究活動に制限を与える。このように近年データが増加しているのは情報収集モバイル装置、空間センサー技術、ソフトウェアログ、カメラ、マイクロフォン、無線 ID 読み取り機、ワイヤレスセンサーネットワークの普及も一つの原因である。全世界の一人当たりの情報容量は1980年代以降40ヶ月ごとに倍増し、 2012年現在、1日あたり、毎日 250KB のデータが作成されたと、される。ビッグデータは、大部分の関係データベース管理システムやデータ、分析ソフトでは、処理が困難である。そのため、数十台、数百台、時には、数千台ものサーバー上で動く、大規模並列化ソフトウェアが必要になる。大企業にとっての課題には、 組織全体にまたがるビッグデータの主導権を誰が握るかということもある。何をビッグデータと考えるのかを明確にするのも企業ごとの課題となる。これはデータを管理する組織の能力と分析アプリケーションの能力に依存するためである。数百ギガバイトのデータに直面して初めてデータ管理の選択肢について再検討を始めた組織もある。また、数十。 数百テラバイトのデータになって、初めて真剣に検討が必要になった組織もある。データセットは、リモートセンサー、モバイルデバイス、カメラ、マイク、無線周波数識別リーダー、および類似のテクノロジーによって収集されるものが、増えるにつれて、増え続けている。2.5エクサバイトのデータが毎日作成され、世界のデータの90%がわずか2年間に、 作成されたと推定した研究も存在する。これらの数値はおそらく今日より高くなっている。ビッグデータアプリケーションはビジネス、特にキャプチャして保存する大量のデータから利益を得るためにデータ製品とサービスを構築することを志向する。ビジネスにとってますます競争力のあるソースになりつつある。ビッグデータアプリケーションのメリットを享受する企業が増えるにつれて、 企業にとってデータの活用がますます重要になることを示す兆候がある。データの収集、取捨選択、管理及び処理に関して、一般的なソフトウェアの能力を超えたサイズのデータ集合と定義される。2012年現在、数十テラバイトから数ペタバイトの範囲である。ノーズキールのような新たなビッグデータ技術の普及により、その数値上の定義は変わっていくと考えられる。 2001年の研究報告書でメタグループのアナリストダグレーニーはビッグデータの特性としてボリューム、速度、バラエティがあると定義した。ガートナーはこの3ボルトモデルを使用していたが2012年次のように定義を更新したビッグデータは高ボリューム、高速度、高バラエティのいずれかの情報資産であり新しい形の処理を必要とし意思決定の高度化 検識の発見、プロセスの最適化に寄与する。さらに新しい部位、正確さの追加の提案もある。例としては、巨大科学、フィド、センサーネットワーク、ソーシャルネットワーク、ビッグソーシャルデータ分析、インターネット文書、インターネット検索のインデックス作成、通話記録明細、天文学、大気科学、ゲノミクス、生物地球科学、生物学、 他の複雑でしばしば学際的な科学研究、軍事偵察、新しい住宅購入者用の通勤時間予測、医療記録、写真アーカイブ、ビデオアーカイブ、大規模な e コマースがある。大型ハドロン衝突型加速機では、約1億5000万のセンサーが毎秒40万のデータを発生させる。毎秒ほぼ6億回の衝突がある。 99.999%のデータをフィルタリング、除去処理し、1秒あたり100の衝突が有用なデータとなる。その後、センサーデータの0.001%未満を処理する。すべての4つの LHC 実験は1年に25ペタバイトを発生する。これは複製後、約200ペタバイトになる。もしすべてのセンサーデータが LHC で記録されるなら、 データの処理は著しく困難になるであろう。データは複製前で1年に1.5億ペタバイト、すなわち1日あたり約500エクサバイトを超えてしまうであろう。この数字は1日あたり5ガバ,バイトで世界すべての情報源を合計した数値の約200倍である。ここ数十年で情報通信技術開発の分野で研究が進み、ビッグデータが 途上国の開発にも有用であることが示唆された。ビッグデータの出現は、医療、雇用、生産性、犯罪や公衆安全、自然災害や資源管理などの重要な開発分野の意思決定を改善する。その一方で、ビッグデータのよく知られた問題、例えば、プライバシー、総合運用性、不完全アルゴリズムを全知全能にする問題は、 技術インフラの不足、経済及び人的資源の不足のような未解決課題を悪化させている。これは新たな情報格差、意思決定の格差につながる。ストレージコストの継続的な低下、データマイニング及びビジネスインテリジェンスツールの成熟、組織に大量の備蓄を引き起こした政府の規制や裁判など、多くの要因がビッグデータとビジネスネットワークの統合に貢献している。 ビッグデータの専門家の需要は増加しており、ソフトウェア AG、オラクル、IBM、マイクロソフト、SAP、EMC、HP といった企業は、データ管理と分析だけを専門とするソフトウェア会社に150億ドル以上を費やしている。2010年には1000億ドル以上の業界価値があり、年間約10%で成長していた。これはソフトウェアビジネス全体の約2倍の速さである。 全世界の携帯電話契約数は約46億であり、10から20億人がインターネットにアクセスしている。通信ネットワークを介して交換される容量は、1986年に281ペタバイト、1993年に471ペタバイト、2000年には2.2エクサバイト、2007年には65エクサバイトであった。 インターネット上のトラフィック量は2013年までに667エクサバイトに達すると予測されている。DARPA のトポロジーデータ解析プログラム大規模なデータ集合の基本的な構造を探っている。従来のビジネスデータストレージ及び管理テクノロジーには、リレーショナルデータベース管理、システム、ネットワーク接続ストレージ、ストレージエリアネットワーク、データウェアハウス、 およびビジネスインテリジェンス分析が含まれる。従来のデータウェアハウスと消費分析システムは企業インフラストラクチャ内で高度に集中化される傾向がある。これらには RDBMS、高性能ストレージ、およびデータのマイニングと視覚化のためのオンライン、分析処理ツールなどの分析ソフトウェアを備えた中央データリポジトリが含まれることがよくある。2004年 Google は マップリデュースと呼ばれるビッグデータ処理技術の論文を発表した。これはデータ処理を分割し複数のコンピュータで並列に実行するものである。この分割と並列処理のステップをマップと呼ぶ。各コンピュータの処理結果は最終的に一つに集められ解析者に配信される。これをリリースと呼ぶ。この技術は 成功を収めたので、そのアルゴリズムを再現しようとした者もいた。実際に、マプリデュースは、エドゥープという名前で、アパッチのオープンソースプロジェクトに採択された。2011年、マッキンゼーレポートによると、以下の技術が必要と示唆された。A、B テスト、相関ルールの学習、統計分類、データクラスタリング、クラウドソーシング、データ融合と統合、アンサンブル学習、 遺伝的アルゴリズム、機械学習、自然言語処理、ニューラルネットワーク、パターン認識、異常検出、予測モデリング、回帰分析、感情分析、信号処理、教師あり学習と、教師なし学習、シミュレーション、時系列解析、可視化である。多次元ビッグデータは、テンソルとして表現でき、これは多線部分空間学習のような、テンソルベース計算にて、 効率的に処理できる。さらに、関連技術には、超並列処理データベース、検索ベースのアプリケーション、データマイニンググリッド、分散ファイルシステム、分散データベース、クラウドコンピューティングとインターネットがある。一部の MPP リレーショナルデータベースは、ペタバイトを格納及び管理する能力を持っている。加えて、暗黙的に RDBMS を、ロード、監視、 バックアップする能力も必要となる。ビッグデータ分析の専門家は一般的に遅い共有ストレージを敵視しソリッドステートドライブやダイレクトアタッチとストレージを好む。ストレージエリアネットワークやネットワークアタッチとストレージは遅く複雑で高価であると認識される。容易に入手可能で低コストなハードウェアをベースに成長するビッグデータ分析システムに これらは適さない。2012年3月にホワイトハウスは6連邦政府省庁及び政府機関で構成されるビッグデータイニシアティブを発表した。2億ドル以上の予算が付与された。これにはカリフォルニア大学バークレー校アンプラブへの全米科学財団計算機科学の探検研究費5年間1000万ドルドルが含まれる。アンプラブは加えて ダーパと10以上の産業界からの資金提供を受け、交通の混雑の予測、癌対策のような広範囲の課題に挑戦する。このイニシアティブにはまた、エネルギー省のローレンス・バークレー国立研究所が、率いるスケーラブルデータ管理、分析、可視化研究所への5年間2ドル500万ドルの資金提供も含まれる。ストブ研究所は、科学者が、 小のスーパーコンピュータ上のデータを管理、可視化するための新しいツールの開発を目指す。このために6国立県、米国マサチューセッツ州は2012年5月にマサチューセッツ州ビッグデータイニシアティブを発表し、州政府や民間企業が資金を提供している。マサチューセッツ工科大学は The Intel Science and Technology Center for Big Data を MIT コンピュータ科学人工知能研究所で主催した欧州委員会はビッグデータプライベートフォーラムに資金提供する。これには企業、教育機関、その他のビッグデータ関係者が参加している。プロジェクトの目標は研究と技術革新の面で戦略を定義することである。このプロジェクトの成果は次のフレームワークプログラムであるホライゾン2020で 利用される。IBM は毎年開催される学生の国際プログラミングコンテストバトルオブザブレインズのスポンサーとなった。2014ビッグデータ世界選手権はテキサス州ダラスで初開催される予定である。ハーバードビジネスレビューの記事によるとビッグデータはどんなにわかりやすく分析されたとしても大きな決断によって保管されなければならないとされた。同時に ビッグデータの解析結果は過去に知られたものか良くても現在のものにしかならないと指摘された。過去の経験が多数入力されれば過去と同じ事象を予想する可能性がある。ダナボイドは標本調査に基づき代表的な母集団を選ぶという科学の基本的原則を無視し、異種のデータ源からなる大量のデータの処理にこだわることに懸念を示した。このやり方は 偏った結果につながる可能性があるにもかかわらず多くの科学者はこのような統合は最も有望な科学の最先端と主張している。ありがとうございます。